今回は3月29日の調整で武力上昇値がプラス4からプラス5、効果時間が 9.2、12.1 カウントになったノーマル様を紹介するよ。突撃を当てた相手に 3.8 カウント挑発する独自性のある計略。青の 1.5 コスキバは武力6で優秀な計略を持つ町のチグリの登場以降、刹那号令の端書きでヤシ以外のカードが軒並み採用しづらい状態やったから、クソの救済になる挑戦はありがたいね。突撃を成功させる必要性こそあるものの、旧三国志から強い牙挑発を中時間の自信強化しながらできるのは優秀やね。勝ちがたい時は引くまで。この俺が突撃、突撃、殺しだ。人間もと決め散らす。出かけるぞ、トモーセイ。昔の俺ではない。滅びなど知らぬ。蹴散らす。流派発動。一の型蹴散らす。攻めおとりじゃ。突撃。攻め。殺しだ。月はあっちにあんのかよ。この俺が。突撃。攻め。突撃。突撃。切れ伏せ。軍略に達する者よ。俺に挑め。仕事はここまでだ。ごめんなさい。己ゴミ人間め。蹴散らす。気抜け。流派発動。身の肩。万死に値する。我が名は遊白海、修羅の川と血の海を行く者だ。昔の俺ではない。遊派発動。身の肩。祖母は死なない。勝ちがたい時は蹴散らす。私が支えます。人間元君蹴散らす。ただのおとりじゃないぜ。蹴散らす。あとを任せたぞ。突撃。突撃。殺しだ。突撃！突撃！傷は浅いぞ。さっさとひれ伏せ！滅びなど知らぬ。おとりじゃないぜ。気抜け。ごめんなさい。
せ。ひれ伏せ。そのに孫権を引っ張っとるの面白いな。誰のためのおとりやねん。任せたぞ。前期強くなっていく。孫忠謀の手腕を見せるぜ。攻め。万死に値する。流派発動。三の肩。切り抜け。勝ちがたい時は攻め。昔の俺ではない。攻め。仕事はここまでだ。傷は浅いぞ。ごめんなさい。流派発動。三の肩。お手柄をあげてやる。攻め。隙はあっちにあんのかよ。俺についてこれるものか。人間ごときに。この俺が。今回は2試合やるよ。できなくなったらしい。撃て。俺にひれ伏せ。待てな。撃て！くそ！この俺が。死ぬ時も前のめりじゃ。幻だ。もはや全て忘れる。人間ごと決め。寝てないとダメか。昔の俺ではない。滅びなど知らぬ。撃て。復活時へ。今に全ての勝利が俺たちに微笑む。撃て。
外のギットシロップ入るとめちゃくちゃ焦るのはうちだけやるか。狙撃はめちゃくちゃ苦手です。突撃！あんな殺しだ。クソ！撃て！殺しだ。殺しだ。死ぬ時も前の。任せな！殺しだ。流派発動。三の型。殺しだ。もはや全ては救え。ぶっ刺してやる。寝てないとダメか。前期流派発動。三の型。突撃。人間ごときに。撃て。この俺が。ただのおとりじゃないぜ。今に全ての勝利が俺たちに微笑む。俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。うわ、突撃。ごめんなさい。滅びなど知らず。くそ。こんな感じで城に張り付いてきた部隊を一歩なすこともできるよ。昔の俺ではない。くらや。もはや全ては救える。突撃。仕事はここまでだ。死ぬ時も前のめりじゃ。任せな。殺しだ。私が支えます。うら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 。このソモは死なない。殺しだ。クソ。横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。復活時へ。寝てないとダメか。おのれゴミ人間め。ご視聴ありがとうございました。